いいことを教えられても理解できない人間、さらに立候補もできない人間、これはもう永久にあかん。いいことを教えられても理解をしない人間、理解をすることができるけれど実行ができない人間、これも永久にあかん。人間としてあかん。失格。生きている値打ちはあまりない。いいことを教えられて実行できる人間、初めて、まあ普通の人間、生きる値打ちがある。教えられなくても出来る人間、これは大いに素晴らしい人間。大体最初言うた、理解もできなければやることもできない、あるいは理解ができてもやることができない人間が過半数である。残念ながらあまり生きている値打ちはない。お荷物になっている。これからの厳しい日本を考えるとき、こういう人たちが老人になったり高齢者になったらますますお荷物になる。お荷物にならない人間になるように、さらにできたら高齢になっても役立つ人間になるように、考えて人はそういう役立つ人間になるように若い時から勉強したり自分を鍛えたりすることが必要。